第2ステージが終了し、チャーター便で一路南米への大移動となりました。ブラジル、リオデジャネイロ、この地が続く第3ステージのスタート地点。街は G4 チャレンジの歓迎ムードに包まれていました。タイのバンコク同様、このコパカバーナビーチでもアーバン競技の準備は進められていました。ここで使われる車はランドローバーフリーランダー。大会会場は砂浜を一面使ったこの場所です。杉山さんを見つけました。最高のロケーションですね。これは楽しいよ。しばしのリラックスタイム。この日の競技はどんな内容なのでしょう。車でこれをずっとあそこまで行って、あのバギーでエンドまで行って、泳いでボーイを回収してバギーで戻ってきて U ターンさせて、これをまたガーッと戻ってきて、最後にあそこにロープを伝って登って終わり。第2ステージが終わって9位に上がった杉山さんは、チームセレクションでこれまでの選ぶ側から選ばれる側となりました。結構ね、選ぶ側の方が神経使うかもしれませんね、やっぱりね。あのオプションがどんどん変わってくるでしょう。あの想定外の出来事が起こるから、そういう意味じゃ選ばれる側はもうまな板の上の恋だから、寝て待つしかないという感じですね。そのチームセレクション、杉山さんは第2ステージ10位のアイルランドのゲイリーと組むことになりました。この広い海岸でいよいよ第3ステージの幕が開きます。左右のバランスが全く取れていない道、さらには車の移動で地盤が傾くというこれまでに見たこともないコースです。ゲイリーが泳ぎ、杉山さんが待つ、2人のコンビネーションはまずまずでした。Land Rover G4 Challenge na praia de Copacabana. 決定戦の末、このアーバン競技を制したのは地元ブラジルの女性選手エレオノーラとマーティンのペアでした。地元選手の活躍に会場も一気にヒートアップします。